はい、今のチーズよろしくお願いします。ポケモンレッツゴー清宮やっていきましょう。結構ね、あの動画撮ってない時にね、ちょこちょこと進めたんですよね。で、いろいろとポケモンゲットしておきました。メッセンジャーゲットだぜ、倉本ゲットだぜ、立浪ゲットだぜ、ヘルマンゲットだぜ、大石ゲットだぜ、小石ゲットだぜ、千賀ゲットだぜ、田口壮ゲットだぜ、番長ゲットだぜ、西川ゲットだぜ、則本ゲットだぜ、谷本ゲットだぜ、朝尾ゲットだぜ、松井秀喜ゲットだぜ。いろいろゲットしたでしょう。あの水走り覚えてちょこちょことうろついてて、伝説ポケモンのサンダーもゲットしたんですよね。でちょっと動画、まあ喋りながらね、そのいわゆる実況動画としては撮ってなかったんですけども、戦闘シーンだけは、ちょこっと撮っといたんで、そのシーンをまあちらっとですよね。はい、どうぞ。結構ハイパーボールは投げましたね。苦労はしました。ちょっとコメント読んでいきたいと思います。グレンシティに行く方法が2つありますと。1つは、双子島、双子島でいいのかな、双子島、経由していくのと、もう1つはマサラタウンから、水走りでグレンシティに行く方法があるよと教えていただきまして、双子島経由して、行くルートを選びました。で今双子島にいます。初代最強ポケモンのケンタロスというコメントをいただいたんですよね。攻撃力が高いで、破壊光線タイプ1、まあ、地震などを覚えさせたらかなり強かった記憶がありますと。ありがとうございます。強いんですね。なんか俺の中で使い勝手悪いなと思ってたけども強いんだね。ありがとうございます。次の町、グレンタウンではその化石の復活マシンがあるみたいなんで、復活させましょう。で水タイプの特殊なら、ヒトデマン、水の石を使ってスターミー、あとヤドランが強いらしいんですよね。で、さっきヒトデマンをゲットしてまして、でまあヒトデ、まあ、スターミー、まあ、スターということで、まあ星といえばやっぱり横浜ベイスターズかなということで、まあ、番長という名前にしておきました。んで、今日の動画なんですけども、今ここにね、フリーザーがいる。フリーザーん、フリーザーだよね、こいつだよね、はい、こいつと戦いたいなと思います。あのサンダーに関してはちょっと動画撮ってない時にやっちゃったんで、もうそれもしょうがないので、ちょっとこのフリーザー撮っていきたいなということで、今が戦いたいと思います。多分そんなに苦戦することはないかなと思ってるんですよね。あ、そうそう、あとポケモン GO からメタモンゲットしておきました。強いのかどうかも分かんないんだけどさ、よし、これで多分清宮と押せると思うんだよね。でまあ、戦闘はまんま映して、あ、ちょっと黙っとくわ、ムービーだから。いや、まあまあまあ全然勝てますよ。戦闘シーンはカットして、で捕ま、戦闘シーンを映して捕まえるところはカットでいきたいなと思います。タイムリミット5分ね、全然大丈夫。バチバチアクセルでいこう。これでどんぐらいダメージが通るかなんでな。余裕いや死なないよな、リフレクター。うん、全然大丈夫。はい、いやまあそれでもこれもう一回バチバチアクセルやったり倒せんじゃねえかな。余裕でございます。じゃあ、ポケモンゲットしましょう。ちょっとだけ打つそうか、ちょっとだけ打つそうか。多分ね相当時間かかるんだよね、ここはね。お腹の毛ふさふさだな。まず、銀のずりの実かな、使っておとなしくさせましょう。おとなしくもならん。これで一発で捕まえられれば OK。 もう捕まえられなかったらカットするから。はい、カット。
シゲをゲットだぜ。いやー、まあまあ時間かかったぞまあまあ時間かかりましたね。で、今日はこれから、まず双子島を抜けて、でそれから次の町ですね、グレンタウン行きましょう。まあそうだね、ここもグレンタウンまではカットになるかな。とりあえずグレンタウン向かいます。到着したかな、多分ここが、オッケー、来た、ジムあるじゃん、ジムあるじゃん。グレントポケモンジムリーダー桂熱血クイズ親父。まあちょっとそこは後回しにして、わあかっこいい。ブーマーだっけ、ブーバー、こんにちは、くれる、あ、くれないんだ。ちょっと回復しています、回復し、今ねこの姉ちゃんに話しかけたら、グレンジムに来たのに扉が開かなくて入れないのって言われたんだよね。できっとどこかに鍵があるはずよね。ジムリーダーの友達が昔住んでたっていうあの屋敷かしら。まずその屋敷に行かなきゃいけないのかな。君には友達はいるかな。あんまりないですね。あ、はい、まずその屋敷に向かいますか。なんかポケモン交換してくれる人いたから、ちょっとヘルマン交換するわ。色違いもらえるってことだよねきっとね。交換する。はい、なんか久々に交換したな。あんまり交換したことってないんだよね。なんか色違いか、どうしようかな。新しいベトベタ使うかな。気持ち悪い。なんか色違いってだけなんかレア感があっていいな。ありがとう。もうなんかあんま使わないから、見た目あんま好きじゃない見た目があんま好き。あ、今日交換したポケモンってレベル上がりやすいんだもんね。それを考えると使うメリットってすげえ高いかな。てかレベル上げしたいんだよね。で、化石のポケモン研究施設、ここかな。ここで化石できるのかな。見学、いや見学ではないんだけどな。はい、見学に来たわけではないんだけども、行ってみたかったセリフに廊下走っちゃいけないってあるかな。俺なかなか言いたくはないけどな。あ、やっぱ化石のこと話してるね。多分この奥とかに行けばいいのかな。ここは応接室ね。ちょっと奥の方に行ってみましょうか。何部屋あるんだ。ここっぽくない、ここっぽくない。なんか怪しいのが2つあるんだよな。こっちか、あ、こっち化石っぽいな。こっち化石、これはなんだ。はい、あ、2つ持ってるよ。甲羅カブト、はいはい。あ、こっちか。これってすぐに復活できるのかな。ありがとうございます。ちょっと後で名前変えるね。弱そう、弱そうすっごい弱そうだけど、今日ここまで来てやっとね、そのポケモンとして使えるわけだから、もう終盤でしょ物語も。きっと強いよね。プテラ、あ、プテラなんか俺戦うことがあんな。メタモン、まあメッセンジャーって名前つけたけど、メッセンジャーとか、あといろいろ育てたいポケモンはいるんだよね。レベル上げしてえなー。わー、かっこいい。かっこいい。カブレラゲットだぜ。江川すぐるゲットだぜ。てか44レベルで仲間になるんだね。これはいいです。なんかレベル1から育てるのかなと思ったけど、そんなわけではないんだね。てかどうしようか今日。屋敷ってところにも行きたいんだけど、
屋敷に行ったらなんか微妙な、すげえ動画が長くなっちゃうような気がするんだよね。ただここでやめるのも短すぎるような気もするし、ただまあ切りはいいのかなと。まあ新しい街ってか最後の街だよねこれ、もしかして。え、ちょっと一回見てみるね。マップで多分最後の街だと思うんだよ。これでどこでも行けるようなんじゃない。ここ上帰ればマサラタウンでしょう。あ、左の上にまた街があった。え、チャンピオンロードはで石英高原。え、石英高原って何、街とは違うの。あれあれ、バッチ足りなくね。今グレーンタウンだよね。でポケモンジムがあって、でカツラさんでしょ。で7つ目のバッチをゲットできるわけじゃん。だよね、だよね、7つ目のバッチだよね。8つ目のバッチってどこで手に入れんだ。あ、これが屋敷か。あの、そんなでかい町ではないんだね。あ、宝、屋敷、屋敷は今度にしますか。ポケモン屋敷は研究のため科学者がたまに出入りしとるようだ。え、入ってみる？すぐ終わるのかな？え、なんか普通に敵でできた。次次の動画でやる、次の動画でやります。この上が、あ、こっからマサラタウンに行けるっつうことかい。なるほどなるほど。でここは鍵がかかってて入れない。問題、このジムの鍵はどこにあるでしょう。ヒント、草が絡みついた建物のどこかに。え、ああ、草が絡みついてるね、ここだね。いや、この屋敷で鍵をゲットしないことにはここに行けないんだ。はいはいはい。じゃあ赤いバッジとかもらえるのかな。いや、てかレベル上げしたいな。どこがレベル上げ効率いいのかな。俺の中ではもうゴロンをひたすら捕まえるのがレベル上げにはいいんだけど、あの守りの種以外も欲しいんだよね。なんか攻撃系の種が、攻撃系の種をゲットしつつのレベル上げをしたいね。まあとりあえず今回はここで終わりますか。ちょっと動画の時間的にどんぐらいかがちょっとは全くわからないんですけど、もしかしたらすげえ短いかもしれない。まあとりあえず今回はここで終わるね。で次の動画は屋敷やって、ジムですね。はい、ということで、終わりましょう。終わり。バイバイ。